よしよしよし、気持ち入った。バナナ食べた、バナナ食べた。うん。バナナ食べた。ここ。キャリー頼みます。ああ。うん。伝説、伝説のオディ。オディ。ちょっとお下品。オディは。大体思ってたら A なるけど、うん、お下品ですね。なんでお下品なんですかね。 O つけたら大…そうですよね。トイレ、ね、トイレもだっておトイレってさ、ちょっとなんかね、うん、丁寧な お D お下品になるはずなんだ。なんでだろう、マイナスになっちゃってる。お下品にしよるんだろうな。不思議ですね。不思議ですね。はい、鹿が北に行ってます、墓から。はい、了解。もう竹取って沈んで頑張ります。うん、伝説の動き。あ、全然違う、真ん中、真ん中行ってる。真ん中、真ん中、真ん中に罠置いた。小屋の窓枠、危険です。はいはいはい。これちょっと初手粘着行こうかな。ちょっと試してみますね。南ちょっとだけ回ってます。いいですよ、いいですよ。引き継げそうだったら。でもトラップ解除しながら粘着タックル入れる感じで、うん、行った方が鹿強いんじゃないかな。チェイスルートがその限られちゃうね。うん、あの小屋の窓開く、小屋に、うん、院内の小屋の窓開く。はい、 OK、 解除するよ。やばい、これちょっと持たないかも。頑張って、ナイス。10、なんだっけな、鹿のチェーンのフルタイム何秒でしたっけ。10秒くらいか。15、10、10、9、8、7、5、惜しい。ちょっと粘着いってみます。はい、いや無理だな、これやめとこう。普通に行きます。はい、お願いします。あそこの椅子は救助しやすいんで。いいね。おお、バレてる。気持ち開くか。いや開かない、ラッキー。いける。で、僕引き寄せられたい。走ってほしい、走ってほしい。爽快な走ってほしいな、できれば。いやー、ここのでかいですよ、ノーダム球場。うん、オッケー、逃げて逃げて。いやー、ノーダム大事だな。これ怒りも振ってないで、多分大丈夫じゃないかな、次のチェーン。オッケーオッケーオッケー、外したいとよかった、さっきの。うん、よしよしよし、気持ち入った。罠置いた、罠置いた。うん、罠置いた。ここオッケー、引っかかってほしい。やばいやばいやばい、待って待って。すごい、さ、3つ通り抜けましたよ、リーさん。え、僕今どうやって行ったんだ。よし、で、極下さんまだ飲みます。うん、これチェーン使えないから。で、こっちこっちこっちで、今燃えてるからチェーンは大丈夫。D さん危ないですね。オッケー。すごい、無料分いいですね。うん、僕です、僕です。まあ、チェーンないから板倒してる。ちょっと待って、チェーンないからちょっと行こう。ごめん、患者さん、ごめん。で、タゲチェーン。また、あれですね、はい、曲芸の方ですね。真ん中回せます？うん、真ん中回せます。患者さん、神秘行きましたね。はい、オッケー。いやー、沼さん、スーパープレイです。もう、うん、やりたかったな、それ。いや、なんか、マジすごい。タックルの時は、中入れたんですけど、僕、出ようとするじゃないですか。うん、その時、行けなかったんですよ。だから、本当に 0. 何ミリの、なんでしょうね。はい、そう。ずれなかったのかな。福毛さんのちょっと一緒に行きましょうか。うん、行きましょう。9割からちょっと粘着で。はい、またここに置いておきます。はい、一瞬、あ、気持ちいい。ここ無料分使っちゃったんだよな。面白いですね、無料分っていうの。ここ壊した、ここ。多分司会でね、ここに読み合いがあるんで。
はい、あ、僕もいるんで全然いいですよ。ナイス、もっと稼ぎましょう。稼ぎましょう。稼ぎましょう、これ。あ、やばいやばい、やばい、僕死んじゃった。あ、やばいやばいやばい。大丈夫、あ、大丈夫、僕釣る。僕釣る。僕ゲーさんにちょっと寄せるか。で、リーさんは僕救助すぐ、うん、来てもらって、極下様まで行きます。いや、違う、もう。ラッキー。あ、ラッキーラッキーラッキー、オッケーオッケー。で、その間に、リーさんちょっと触りつつ伸ばしてほしいです。オッケー、ナイスナイス。ナイスナイスナイス。上げて上げて上げて。上げて上げて。うん。で、鬼没あるんで、ちょっと僕、最後、提出。いや、極下さんの方行きます。北下。味方行きます。うん。頑張れ、ラスト。ラスト。頑張れ。あ、みんな、味方にいる。うん、僕、飛んできたらタックル入れるんで。あー、助かります、それ。ちょっと何割かずっと言ってほしいですね。うん、あとね、あと2割、あと2割。2割、オッケー。待機してます。開きますよ。オッケー。タックル。うまさ、うますぎない。で、チェーンだけ気をつけないと。オッケー、よーし。うまい、うまい。ナイスー。本当に切ったり。うん。もう、すごい。つけたーん。ナイス。なんでサンピシャで決められるの。本当そういう悩みがあるんですよ、皆さんも。そう、痩せないと。小屋地下です。はい、ツリーと釣りされたら真ん中あります。ツリーと釣り、またまた変なコロッケみたいな。タコ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 、オッケー、頑張れ。あ、タコどっか行きました。はい、どっか行って了解、うん、あんまり美味しそうな色ではないですね。おお、うん、うわぁ、ほんとだ、きつ。やば、昨日の銀だこ食べたから。あ、一昨日ですか、昨日の。そう昨日の昨日。はいはいはい。あ、いいな、銀だこ。ちょっと僕最近行けてないんですよね、銀だこ。いいなぁ。なんか銀だこパワー。お、D さんチェイス。最近たこ焼き買って、家でたこ焼き作ったんですよね。そう、でもすごい美味しくできましたよ。うん。いいなぁ。D さん、小屋近だけ気をつけてください、小屋が。はい。近なんで。それに頼ってチェイス。はい。いやー、銀だこいいなぁ。僕はネギだこが一番好き。はい。ネギだこわかる。わかるわかる。いいよね、ネギ。そう、ネギと汁がいいですよね。わかるなぁ。もう今まではずっと明太とか食べてたんですけど、好きで。あー。けど、最近ネギだこの良さに、さっぱりとした、ね、ネギだこ。気づきましたね。僕もね、わかる。昔は、明太子いっぱい食べたけど、最近は、結構、そっち系です。ああ、やっぱ、大人になるんですかね。うん、絶対そうだと思いますよ。味覚が。味覚がね、大人になる。一緒だ。ネギ好きなんですよ、ネギが。ああ、いいね。これ、よし、頑張ったでしょ。オッケー、いや、頑張りましたよ、これは。いや、頑張った。うん、行きます、行きます。よく過去の話しながらしてたのよく話しながら行けましたねこれ一生過去の話するからこれあれですよ、他の人がチェイスの時にやるやつですよ。そうだね、本当にそうだね普通はそうですよ絶対そう。 D さんもらえますね。ちょっとタコじゃない、鱗食べれなかった。うまっもうノーダメで、これはもう一回救助いけるようにしておきます。うまい。もう一回マップの端っこで死にます、うん、はい、あ、守り行ったかも。あ、守り行きましたね、はい、マジシャンの方。本当に僕の汚いの、ここが見えた。ここのちょっと監視と取っちゃって気持ちいい、うん、見ましたか。やばい、見てはいけないものをと見てしまったかも。見たな。やばい、30万円落ちてる。取らないようにしとこう。ちょっと写真見たな。いや、気持ちいいって言ってた。やばい。うるせね。消される、社会から。やばい。社会じゃない、世の中から消されちゃう。やばい。あ、30万円。あれ見たな。あ
やばい、お金もなくなる。まあお金なんかどうでもいいですよ、命さえ助かれば。いいこと言う。そうですよ、命あってのお金ですから、うん、いいこと言う、うん、でもさっき僕はやばいもの見てしまったんで、ね、もしかしたらもう命がないかもしれないんでね、うん、もう抹消されます。でももう、あ、1000万あげるんで、1000万僕の全財産あげるんで、もう1000万とは言わず、もういっぱいあげます。いや、ダメだ、1000万1000万じゃ足りない。300万ですよ。なんで減ったんですか？減ることあるんですか、そういう時。ちょっと頭悪いんですよ。頭のダイエットした方がいいですね。僕と一緒に。オッケー。あ、でも機械技師のとこ 74% 回ってる。この3人めちゃくちゃ加算された。まあ、D さんの方行くかな。うん、D さんの方。頭のダイエットって言われた。頭のダイエット。オッケー、寸止めですね、D さん、いつでも。はい、了解。じゃあ、工場チェーンしてもらうと。殴れ殴れ散らかせ、おい、殴れよ、おい、殴り散らかせ、おい、殴れよ、おい、オッケー、ゴー、オッケー、ナイス。じゃあ、コードチェーンします。はい、こっち開け、行こう。へへへ、これ、これの俺は最強だぜ。へへへ、ふっ、ほい、ナイスです。瞬間移動月に瞬間移動、うん、はーい。 D さん、あの、ツリー来てくれれば走ってくれば、はい、いや、俺、引き止めてないよ、うん、あ、引き止めてないよ。どういう人格なんだろう。よく頑張った、本当に。これ、金田子の力だ、うん、ちなみに、一昨日は、ノーマルたこ焼き、あ、ノーマルたこ焼きでした。うん、お店行って食べました。ウーバーですか。いや、あのね、ショッピングモールにある、うん、あ、いいですね、出来立てだ。行列だったんですよ、いい、日曜日だったから。あー、日曜日は確かに。そう、もう15分ぐらい並んだ。リーさん、落とします。今、あ、かけら落とします。はい、リーさん、はい、あ、気持ちいい。あ、やばい、見ちゃった。見たなぁ。やばい、言わなきゃよかった。見たな、今。やばい。俺を見たものは、生き残った人は誰もいない。誰もいないの、じゃあ無理だ。確率 100%。 じゃあ無理だ、諦めよう。もう差し出します、僕の体。もう僕、無駄なことしないんで、確率 100% 絶対死ぬんで。潔い。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバーイ。